補助金。はい。ちなみに今だとどんなものが、あるんでしょうか。今、雇用調整助成金っていうのの相談が多いんですけども、あ、もう一回ゆっくり言ってもらっていいですか。雇用調整助成金。雇用調整助成金ですちょっね。と後ろ向きな助成金ではあるんですけども、はい。従業員さんを解雇せずにお休みさせた場合ですね。まあ、それの時に6割以上お金を払う必要があるんですけども、それを払った方が受けられるというような制度です。これはどこに申請するとか、なんかそういうものってなんか都道府県の労働局とか、東京はハローワークだったんですけども、なんかハローワークがパンクしたので、もう助成金センターに統一されましたね。この雇用調整助成金っていうので検索すると情報が出てき出てて、きます。そこから申請とかもできちゃう感じなんでしょうか。どんな申感じ請なんで自体は、そこから申請様式をダウンロードして郵送になります。すか。ダウンロードしで、て印刷して、はい、そそこにれを記郵送入すると。して、必要書類を添付して、これが、昔とんでもない量の書類が必要だったんですけども、簡略化されました。これはちょっとみんなチャンネル登録して見てもらって、周りにシェアしないと、これもったいない情報ですよ、こもったいないですね、本当に。れ。ねえ。あと、助成金で他にもあるんでしょうか。そうですね。あとはキャリアアップ助成金とかを普通に使ってるのは相談来ますし、あキとャリアアッ全プ体助成金、ち的、ょっと待ってください。これ意外に知られてなくて使われてないって結構ありますよね。これ一番助成金の中で有名なものなんですけども、これすら知らない方結構いらっしゃるんですよね。これはもったいないですよね、やらないと。そうなんですよ。最初6ヶ月間有期契約で契約して、それから正社員になっていただくっていう流れを取っていただくと、1人57万出ますので。これなかなか使いやすいですよね。そうなんですよ。社員ちゃのん給と。料の人件費の補助に十分になりますからね。はい、そうなんです。半年。そうです、6ヶ月ですね。で、その後正社員です。例えばアルバイトで採用しました。もしくは、契約社員で入りました。そうです。大体は契約社員から正社員っていうのを使いますね。っていうのが半年で切り替わりました。そこで確か給料が何パーセントか上がる5%。か。5%。そう、給料5%アッがプですね。5%アップすると、57万円の補助そうがでです。で、正確にはその後6ヶ月間の給与払い終わるまで定着していただくっていう要件もありますけども、基本的にそれでいけちゃいます。つまり人を採用したのであれば、このキャリアアップ助成金を使わない手はないってことですよね。そういうことです。で、10人採用。多くの方って試用期間は設けてるんですけども、それを最初から試用期間なし、あ、試用期間はあるんですけど、最初から無期契約を結んじゃう方結構いらっしゃるんですよ。それ結構怖いので、まあ、ちゃんと見極めてから正社員登用しますよっていう制度を就業規則に入れていただいて運用するというので、全然普通にじゃんじゃん使えますので。なるほど。まあ、だいぶ主要な、ね、助成金を見てきましたが、まあ、この申請部分もおそらく手間だったりとか、書類の手続きがわからないとか、いざやはろい。うと、どうしたら、どういう方に聞いたらいいとか、専門分野としては社労士になるんでしょうか。まず今、やっぱりこういう補助金助成金を扱う、ちょっと怪しい方々が増えてるんですよ。出ちゃうので、とりあえず出るような紙だけ作ってさよならみたいな感じでお金もらっちゃうみたいな、その後が大変になるので、ちゃんと頼む方は考えた方がいいです。で、助成金に関しては、社会保険労務士が専門家になります。なるほど。社労士の先生に行くんですね。助成金はね。で、社労士さんが代理をして出すと、実は連帯保証に反抗したのと同じような効果なんですよ、これ、なるほ我ど。々が。ななのるで、ほちゃんど。と作ってくれますから、で、不正受給なんて一切認めないと思いますので、ちゃんとやりたい方、ぜひ社労士さんにお願いしていただきますなと、るほまあ、ちゃんど。ともらえると思います。なるあほど。と、補助金に関しては、中小企業診断士の方とか、税理士の方が結構支援してると思いますんで。補助金に関しては、中小企業診断士ですね。中小企業診断士、税税理士ですね。これで大体 OK かと思います。理士。この6つの話にちょっと戻っていくんですけどね。あ、そうですね。まだまだいっはい、ぱいありもましとたもね。とこうでしたね。これがね、みんな漏れてるところじゃないな。
ない多ん分誰と。も考えてないじゃないですか、これ。このね、支払いの先延ばしってね、実はすごく大きな資金確保のやり方なんですよね。さて、この税金も先延ばしてできるんですね。はい、簡単です。簡単なんですか？簡単ですよ。だって、ちゃんと申告書に一文書くだけですよ。どういうことですか、それは。もう制度化されてましてですね、はい。新型コロナウイルスによる、なんだったかな、申告納付期限延長申請って書くんですよ。そのひな型はなんかホームページからダウンロードできたりするんでしょういや、か。単純に手書きするだけです。あ、手書きで、ちょっと今のはい。言葉をもう一度言ってもらっもう一ていい回言いでますすね。か。新型コロナウイルスによる申告。申告は、これ。確定申告の申告であ、すね。申告。これはい。納付期限延長申請。ですね。これをね、余白に書くんですよ。納付書とかは、申告は除きますけども、適用欄にこれ書くんですよね。新型コロナウイルスによる納付期限延長申請って書くんですよ。そうするとね、実質的に結構長く延長できますんで。これね、税金納めるとか、その消費税納めるって突然ボンってくるじゃないですか。はい。ボしーンまとす。くるから、キャッシュフロー的にも予測を立てづらいとか、は支い。払いの計画もちょっとしづらかったりしますよね。そうなんです。で、それ考えると、このね、納付の延長、例えば12ヶ月に伸ばす、ならすとかね。例えば今月300万払わないといけないのを25万ずつにしてもらうってだけで、だいぶ変わりますよね。全然違います。で、今回の特例は、そもそも申告書の提出自体を遅らせる特例なので、ああ、で、それで罰則ないんですよ。これはすごいな。今はもう本当に事務作業が滞っちゃうので、まあ、こういういろんな影響が出てるところだから国も認めてくれるというのはありますので、ただこれ、申告書を提出したらその日が納期限になりますので、その日に払っていただく必要がある。なるほど。じゃあ伸ばしたからまあ、といって、その日はいつか来るわけで。そうです。いつかは出さなきゃいけないいのつかで、来るわけで。なんでまずは申告自体を伸ばすと、当然納期限も自動的に延長、あ、これ書けばですよ、延長されますので、まあ、それで税金の納付を待つということになりますね。で、なさるらほど。に、なんかもう、そんでも払いがきついってことであれば、個別に相談を受け付けてますから、税務署さんも。あと一つ、事前にお伝えしておきたいんですけども、お金借り終わってからこういうのやられた方がいいですよ。どういうことですか？信用ちょっと下がっちゃうんですよ、税金滞納してるみたいな感じで。あ、なるなんで、ほど。先にもう借りられるだけ借りちゃったら、あと銀行見なくていいですから、こういうので資金調達するっていう順番なんですよ。だから、融資を先に手続きそう。してやる。はい。ちょっと固まっちゃってま聞こす。えてますでしょうか？あ、ようやく聞こえました。あ、ようやく聞こえましポイントた。は、融資でしっかり調達した後に、こういう引き延ばし系をやっていくということですね。なるほど。先に融資ってことです順番がありね。ますから。